扉を開けて出てった後ろ姿を見たのが最後になってしまいました。後悔 してもしきれないんですよね。はい、皆さんこんにちは、隊長です。今回は自閉症スペクトラムで生きることを諦めた方のお母さんにお話を聞いていこうと思いますので、お母さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。人との関わり方がわからないという言いますか、すごく人懐っこくはあったんですけど、物理的にすごく近くまで来て話したりだったりとか、気に障ることを言われたりとかすると、すごく動揺してしまったりとか、血管が結構強く出てたので、命に関わるような怪我も何度もしてました。例えばどういう怪我ですか？車から飛び降りちゃったりとかですね。施設に入ってたんですよね。どうしても家でも面倒を見ることができない状況になってしまって、私の持病が重なってちょっと見れないっていう時期があって、施設に入ってる時にどうしても家に帰りたいっていう思いがやっぱり強くて、その施設の子たちと外出を4人でして出てる時に、その車の後ろのドアを開けて出しちゃったんですよ。運転中に脳挫傷を起こして入院しましたね。高機能型のそのスペクトラム自閉症が分かったのは4歳の時だったんですよね。とにかく手に負えないぐらい大変だったんです、あの子育てが、はい、次男を出産した頃に4ヶ月検診の時に保健所に行くじゃないですか、注射打ったりとか、はい、でその時に次男の子育てよりもこの長男の息子の子育てが本当に大変で、もう私どうしていいかわからないですって泣きついたんですよ、保健師さんに。でまだ当時もう10何年も前ですもんね、発達障害に対してまだみんながそんなに知れてない、はい、その保健師さん もう児童相談所の方で相談してみてくださいっていうことだったので、児童相談所の方に相談に行って、でそこからいろんな検査をして障害が分かったんですよね。ADHD もありました、はい。まあ、その辺なんかワンセットでこういろいろ重なってるだろうっていう、ね、ああなるほど。でそれが分かってからやっぱり多動症とか注意欠陥とかの、まあ、症状が、まあ、顕著に出てて、いきなり車から飛び出て脳挫傷で入院になったりとかなったってことですか？赤ちゃんの頃からとても大変でしたね。とにかくずっと泣いてる子で、はい、下に置けないぐらいずっと泣いてたので、おんぶしなきゃいけ、ずっとおんぶしてたりとか、とにかくあの言葉がいくつになっても通じてないような感覚が続いてて、ずっとその長男に関しては子育てが大変でした。で、まあ結果そういう危険なことをたくさんしてたので、まあ大きな怪我っていうのはそういう車から飛び降りたりだったりとか、木から高いところから飛び降りて足のひびが入ったりとかですね。子供たちはそれをやっぱ分からずに行ってしまうっていうところで、お父さんお母さんの制御がもう本当に難しいと思うんですよ、こういう、ね、難しかったです、うん、だからとにかくもう車が危ないっていうことはもう本当にもうなんかしつこいぐらいにずっと言って聞かしてましたね。16歳の夏まであの施設暮らしをしてたんですよね。どうしてもやっぱり家での子育てがもう本当に厳しかったので、あの下の子たちとの関わりもとても喧嘩ばっかりだったし、危険なことが多かったので、もう一緒には住むのは難しいだろうということで、専門の先生のいる施設に入るっていう形で、小学校の4年生から施設に入ってました。先生たちも大変な中やってくださってて、ちょっと遠方だったので何ヶ月かに1回しか会えないっていう状況だったんですけど、小学校も卒業して中学校も卒業して高校も入ったんですが、ちょっと施設の子とトラブルになってしまって、うん、施設に入れない状況になってしまったんですよ、うん、せっかく高校2年生まで行ってたので、私はできれば高校を卒業してほしいと思ってたから、うん、こっちに転入も考えたんですけど、やっぱり嫌だと、家にもう帰りたいっていう答えで、うん、結果その16歳の夏に帰ってきたんですね。だから何年ぶりだ、5年ぶりに一緒に暮らすようになって、最初の1週間くらいは良かったんですけど、どうしてもその今までの
状況とは変わってきたことに対しての生活の違いっていうのかな、それがうまくいかずお父さんとすごくぶつかるようになってしまって、とにかく学校に行かないんだったらバイトでもいいからバイトをしろと。何かあるものをお渡ししたときにそれが自身への一歩になったんじゃないかってお伺いしたんですけど、それって何ですか？あのスマートフォンですね。はい、発達障害の子って依存性がとても強いんですよね。はい、こだわりっていうのがとても強くて、うんうん、息子はゲームが大好きでした。だから ある程度制限をかけてたんですよ。もちろんその施設の方でも与えられる時間が決まってて、どうしてもやっぱり施設だと決まった生活をしないといけないのでそれは守れてたんですよね。はい、だけどやっぱり家出ってなるとどうしても甘えも出てきますし、あまりにしつこく言われるともう私親も疲れるので、もういいやって諦めも入っちゃうんですよね。で、まあ、一応約束事としてバイトをして携帯代は自分で払うこと、うん、時間を必ず決めること、飽きるとかそういうのは絶対しないっていう約束のもと携帯会社でちゃんと制限をかけて自由にできないように一応設定をしてもらって購入したんです、携帯で与えました。うんうん、もうあっという間にそういう解除をしてしまう。あ、自分で、はいはいはい、何にも意味がなかったんですよね。結局 Wi-Fi の環境がなかったので、うん、ギガをたくさん購入してたりとか、うん、ゲームの課金ですね、うん、そんなんでかなりの金額の請求が来たんですよ。はい、それは怒りますよね。はい、夫婦でお店経営してたのでちょうど息子が亡くなる3週間くらい前にお店をオープン新しくオープンしたばっかりだったので本当に一生懸命必死になってた時だったので息子にまでちょっと気が回らなかったっていう落ち度もあるんですが、とにかく叱りつけました、息子、うんうんうん、叱るというよりももうお父さんの方なんかはかなり怒ってましたもんね。うん、スマホを取り上げるっていう話をした時に持ってこいって言って取りに行ったんですよね、うん、息子が、うん、私ちょっとピンときて携帯壊すんじゃないかな、スマホ壊すんじゃないかなと思って慌てて部屋に もう見に行ったらもう石で叩き割ってたんですよスマホ、うん、でもこれがないと自分は生きる意味がないとかで言い張っちゃって。あ、はい、まず目もうつろになりその、うん、本当に生きがいだって思ってたスマホがなくなってしまったっていうことが息子にとってはかなりのショックが大きかったんでしょうね。うん、はい、もう人と喋るのもあんまり私たちとも喋りたがらなかったしご飯もあんまり食べろうとしなくなって、うん、あ、これはまずいなと思って一応そういう障害があったので精神科にはずっとかかってはいたんですよ。はい、で一応先生にも相談をしてたんですよね。だけどスマホに関しては私もわからないのでっていう感じで喧嘩というか言い争いなんかも結構増えたりしてて、村に住んでたんですね。でそこの子供行事があった後の打ち上げが公民館であってて、やっぱり保護者たちがそこを仕切るので私もそこでいろいろやってたんですけど、子供たちが遊んでる中その閉じこもってた息子がフラッと来たんですよ、はい、長男が、はいはい、だから少しちょっと気持ちがね前向きになってちょっと寂しくなったんだろうなと思って子供たちと遊びたかったんだろうなと思って、でご飯で食事もたくさんあったので食べいいとか言って周りの人たちも言ってくれて最初は楽しく遊んでたんですけど、卓球台があって長男は卓球を中学の時に部活でやってたので結構詳しかったんですよね、うんうんうん、で子供たちが遊んでるところにその長男がスッと入ってきて自分もやるっていう感じで入ってきたんですよ。ただそこで妹と喧嘩になってしまって多分やり方が違うとかそういうのを伝えたかったんだと思うんですね、そこは。でもそこはね、やっぱり下の妹もちっちゃかったので、まあ、単純にラケット取られたかなんかだと思ったみたいで、うん、わーって泣いて喧嘩みたいになって、そこで
お父さんがなんか我慢の糸が切れたっていうか、堪忍袋の糸が切れたみたいな感じと、ちょっとお酒も入ってたので、打ち上げだったので、はい、そこでもうひどく怒鳴りつけちゃったんですよ。お前はなんでいつもそんなあるんかみたいな感じですよね。村で問題を起こしたらお前もうここに住めんとぞみたいな感じの、もう追い込んじゃうようなことを言っちゃってましたもんね。でも私は遠目で見てた限り、息子はそんなに悪くなかったなって思ってるんですよ。そんなに怒鳴られるほどのことはしてないのになって思ってて、でももうそこでもうわーって言い争いみたいになってしまって、でも息子はその言葉が得意じゃないので、言い返すんだけども全然それがうまく伝わらない。でもお父さんはもうカッとなってしまってるから追いかぶさるように話して、で結果その息子は怒りをどこにぶつけていいかわからなくて、卓球台をガンって殴っちゃったんですよね。はい、拳で叩きつけるような感じにしちゃって、でそれでまたお父さんに火がついてしまって、羽交い締め、まあ、要は乱闘みたいな感じになってしまって、で私もそれを止めようとして入ると突き飛ばされっていう大惨事になってしまったんですよね。はいはい。でまあ、その後その村の人たちが息子をなだめてくれて、まあ、お父さんもなだめてっていう感じ で、うん、でまあ、息子泣いてましたけど、なんかちょっとお菓子食べながら村のお父さんたちがね、もうこういうことしたらいいんじゃないかとか、仕事をこういうのしてみないかとか、将来のこととかを話してくださってて、私はもうちょっとどうしていいか分からなくて、ちょっと陰でもうすいません、もうね、問題を起こしてしまってすいませんっていう感じでちょっと泣いてたんですけど、はい、でちょっとしばらくすると、その私キッチンで厨房で洗い物したりとかしてたら、スッと立ち上がって息子が帰っていったんですよ。ふって、あ、帰ってるなと思ったけど、私声がかけられなくて、かけにくくて かけられなくて、扉を開けて出てった後ろ姿を見たのが最後になってしまいました。あ、私お店があったので、お店でランチの仕込みだったりとかをやった後に、動物をたくさん飼ってたので家の掃除をしに一回帰ったんですよね。でその時に息子が部屋から出てきた形跡がなかったから、こうノックしたんですよ。でも返事がなくて、はい、ご飯冷蔵庫に入ってるからねって言おうと思って開けようと思ったんですけど、なんかその時すごく開けるのが嫌だったので、開けずに大きい声で冷蔵庫に入れてるからねって言ったまま、私はまたお店に戻って、そしたらその直後に1時間もしないうちにですね、ケースワーカーの方に来られる日だったんですけど、その方から電話があって、はい、息子がしてると、未遂なのか何なのかも分からなくて、私はもう崩れ落ちてしまって、とりあえずお父さんが駆けつけて行ったんですよね。私はお店に残ってました。連絡が待てど暮らせどなくて、どんな状況かも私も把握はできてなかったんですけど、最初はその現場に行くまでは、まあ結果自分で首をくっくって、もう全然間に合え、助かるような状況ではないんで、もうだいぶ早い段階で息を引き取ってたみたいだったので、助けようがないですっていうことで、そこから私もあまりちゃんとした記憶がないんですいませんけど、何かその息子さんはなんかお父さんお母さんにメッセージってあったんですか？いくら探しても出てこなかったんです。きっと突発的にやったんだろうなって、まあ、もちろん鬱もあったんですけど、やっぱりその前の晩に起きたことがどうしても自分の中でしんどかったんだろうなとは思って、でもそんなに前々から考えてなかったんじゃないかなって私は思ってるんですよね。前の晩の争いがなければ、あの時にこういうことにはならなかったんじゃないかなって思ってますね。ありがとうございます。本当に僕も子育てをしてて思うんですけど、親として周りに迷惑をかけたくないとかの気持ちもあるし、息子にはこうなってほしいって親の理想像があって、こうなっていくためにはこういうことを教育として、まあ言いたくないけど言わないといけないこととかってすごくあると思うんですね。僕の兄も障害を持ってるんですけど、お父さんとお母さんともう毎日のように泣きながら喧嘩があって、本当に一歩間違えたら、まあ自ら死を選んでたかもしれないんですけど、僕の兄も、ここの問題って難しくて、僕もお父さんのとお母さんの話を聞いてて、同じ
ことをしてたんだろうなとは思うんですけど、ただ自閉症とか ADHD を持ってる息子さんもすごく自分がなんか迷惑をかけてしまったんじゃないかっていう苦しみ。そうでしょうね、うん、だから思い返すと息子のことを否定ばかりしてたなって思ってるんですよ、はい、後悔 してもしきれないんですよね、うん、で後悔じゃなくて反省をしなきゃいけないなって私は思ってて、やっぱり息子もまだ次男もいるし娘もいるので、その時のことを反省しないといけないなと思ってるのは、いくら私たちが興味のないことだったとしても、息子が興味を持ってたことに対してもっと関心を持てばよかったなってすごく思ってます、ね、あ、なるほど。否定ばかりじゃなくて、うん、共感できることをしっかり探していかなきゃいけなかったなってすごく思ってます。寄り添いでしょうね。どうしても喧嘩したりとか、特に思春期になるとこういう子たちってとても難しいんですよね。特に強く出るみたいで、腹が立つことがたくさんあるんです、やっぱり子育て中に、うん、なんでこんなに言うこと聞かないんだろうって、うん、全く思うようにいかないって思ってたけど、うん、思うようにいくわけないですよね、自分じゃないから、うん、一人の人格なので、うん、もっといっぱい話をしたらよかったなって、もう鬱陶しいと思われてもいいから話をいっぱいしたらよかったなって、しておけばよかったなって思ってます。私本当にゲームどうでもいいというか何にも興味がないんですよね、うん、はい、でそれの話を一生懸命してくれてたりとかしたんだけども、すごく冷たいこと言ってました、うん、私はママはゲーム全く興味ないから話されても意味が分かんないし面倒くさいみたいに言っちゃったこともあって、すごく一生懸命楽しさを私に伝えようと今思えばですね、伝えようとしてくれてたのを、うん、私はもう聞きたくないっていう感じで差し止めてしまってたりとか、釣りとかも大好きだったんですよ。で海釣りに行きたがってたんですが連れて行ってもやれず、まあ、近くの川でよく釣りをしてたんですね、うん、で魚を釣ってきてくれて、ね、見て見てって言われて、おー釣れたねっていう感じでは言ってたんだけども、うん、そこでもなんで私も一緒に やりたいって言わなかったのかなとか、うん、やっぱりいろいろ思い返せばこうすればよかった、ああすればよかったっていうのがいっぱい出てきますよね、うんうん、寄り添いって大事だなって本当に。同じような人ってたくさんいるんだろうなって思ってたんですよ。スマホって怖いなってすごく思ってたので、うん、ちょっとスマホから離れる時間をどうやったら作れるんだろうなって思ってたんですよね、うん、で私はその息子の後に救われたのが音楽だったんですよね。音楽がきっかけで前向きに慣れて、あの最初の一歩が踏み出せていって、で楽器を始めるようになって、で、まあ、スマホから離れてほしいって言いながらも、私もやっぱり今も現在もこうやってスマホの前にいますけど、何かに集中することによってスマホから離れる時間って作れるじゃないですか、うん、本でもいいと思うんですけど、うん、私はそれが楽器だったんですよね。何か違うことに目を向けたいなと思った時に楽器を始めて、音楽を始めて、そっちに夢中になって、そしたらそこからいろんな人たちとのつながり、音楽関係のつながりのある人たちとかってたくさん出会うようになって、だからみんなが言うんですよ、アイリーンはそういう子たちのために何かできるんじゃないのって、そういう親の遺族の人たちに発信できるんじゃないのって言われるようになって、講演会をしたらとかって言われるようになったんですよね、うん、だけど私ちょっと言葉を伝えるのが苦手だったので歌で伝えたいって思って、で歌を始めて、はい、で今結果あの思うように伝えれないなと思った時に TikTok やってみようかなってふと思ったんです、うん、でそこで自分の経験したことをもう洗いざらい話して、それに対して同じ思いをした経験をした人たちがあの声をかけてきてくれれば、そこで輪ができるなって思ったんですよね。まあ現にその私がした体験の投稿をした中でコメントがたくさん多いので300件くらい来てるんですけど、スマホがきっかけのうちの息子のような感覚でしてしまった子どもたちの数の多いことに本当に驚いてて、あショックですよね、うん、未だにずっと
メッセージだったりとかコメントも来てますけど、うん、うちの子もっていう感じでダイレクトメールで来ますよね、うん、同じ境遇の人たちってやっぱり気持ちが楽になるんですよ、そういう人たちとお話ができることで。だからそういう人たちの遺族の方たちとの寄り添いももちろんあるんですけど、しようと思ってる人たちが見てくれたらストップかけられるなっていうふうに私は思ってまして、実際に思いとどまりましたと踏みとどまれましたっていう声を何度もかけていただいたので、うん、私は間違ってないな、間違ってないって正解も不正解もないとは思うんですけど、もちろんアンチもたくさんありますしね。だけど、うん、私はこのやり方でやっていこうって決めて今配信続けてますね。亡くなってしばらくはもう真っ暗なトンネルの中にいる感覚でした。いつまでたっても抜け出せないような感じがしてて、でもこんな苦しい中生きてられないんじゃないかなって、もうどうやって生きていっていいかもわからないなと思ってた時に、はい、ちょうど亡くなって半年後ぐらいの月命日あたり、役所みたいなところで夢で、私はなんか第三者的にその窓辺にいる私と息子を見てるんです、うん、見てて、まあ、そっちの私が聞くんですよ、そのこっちの生活はどうだって。そしたら、うん、なんか楽しくやってるよって言うんです。楽しくやってるんならいいねっていう会話をしてて、まあ、イコールその夢のその中でも私はその息子が死んでしまってることはちゃんと認識してたんですよね、うん、ちゃんと仲良くせないかんよみたいな、なんかそんな感じの会話をして、で私息子にこう肩をこうトントンってして、うん、じゃあねっていう感じでこう立ち去ろうとした時に夢は終わったんですけど、はい、目が覚めた時に現実なのか夢なのかが分からなかったんだけども、うん、すごくリアルな感じっていうか、夢って分かってるんだけど、うん、本当のこと現実だったのかなっていう、心配して会いに来てくれたんだな、ね、いや本当にそういうふうに感じて、僕も聞いててそう思いましたね、うん、すごくホッとしたんですよ、うん、あよかったわと思って、向こうで楽しくやってるんだと思って、そこから何かこうトンネルから抜け出せたみたいな感覚なんですか、うん、詩を書くようになったのもそこからなんですよね。霊体験とかそういうのってこう、そんなのないんじゃない、信じらんないっていうのも私も実際にあったりもするんですけど、でもそれは、あ、息子がちゃんと会いに来てくれたんだっていうふうに思えたし、そこからなんかすごく楽になりました。なんかトンネルから出れたような感覚でしたね。親だけじゃないって思うんですよ、寄り添えるのって、うん、親だったらどうしても言いづらいことだってあるし、うん、まあ、親父親が子供に言いづらいこともあるだろうし、子供も言いづらいことがあると思うんですよね、うん、周りの大人がもっとこう意識してほしいなって思います。子供を昔みたいに一緒に育てる感覚っていうのをしっかり、人の子っていう感覚じゃなくて、みんなが我が子だって思うような感覚で見てもらいたい。なるほど、今の社会は余計に大切だと思いますね、うん、うちの娘も私の友達がよく話を聞いてくれたりとか、うん、でそれですごく仲良くやってくれてるんですよね、うん、それ もう見ててすごく大事だなって思うし、うん、まあ私には話せないことを話せるだろうし、うん、そうですね、だからやっぱり周りみんなが地域で子どもたちを見るって本当に大事なことだなと思って、うん、私はあの子ども食堂っていう形で子どもたちにスマホから離れる時間を提供したいなと思って音楽を伝えてますね、子ども食堂イベントで、うん、それは全国今回ってるっていう感じですか？いや、まだ全国は回れてないです。春からスタートしようと思ってて、うん、あのクラウドファンディングをして資金を貯めないととても回れる金額ではないので、うん、それに調整をするために今活動してますね、宣伝活動に頑張ってますね、うん、はい、ということで今回は自閉症スペクトラム ADHD で自ら人生を終えた息子さんのお母様と、本当にこれはニュースに乗らない今の日本現代のリアルだと思うので、まあ、それをお話を通して皆さんがどう感じて、どういう支援寄り添いをするのか、僕たちレスキューハウスは障害を持たれている方、病を持たれている方でも在宅っていうところの就労作業を通して一人でも手を差し伸べて
助かる命を助けるために今後も発信を頑張っていって支援も充実させていかないといけないなと本当に思いました。お母さん本当に取材を、受けてくれてありがとうございました。いやこちらこそありがとうございます、はい、知っていただけることが嬉しいです。ありがとうございます、はい、助かる命を助けるために。